操縦艦。操縦艦とは、航空機や宇宙機の進行方向を操縦するために、昇降打や補助翼を操作するハンドル、取って。現在の操縦艦の操作では、パイロットが進行方向に向かっているとき手前に引く、および向こう、進行方向に倒すと、それぞれ機種上げおよび機種下げとなり、ピッチ、左右に動かすと、 機体の傾きが変化する、ロールという方式が確立している。これは、人間工学的に自然な操作である。ライトフライヤーなど、ごく初期の飛行機では、必ずしも、このような操縦方式は採用されていなかった。棒状のものを操縦管、競技の操縦管、コントロールスティック、自動車のステアリングに似た形状のものをソーダリン、ソーダリン、別称コントロールホイール、 コントロールカラム、よくと呼んで区別することもある。操縦艦が前後左右に倒す操作であるのに対し、操舵輪は自動車同様の左右への回転に加え、前後へ倒すあるいは前後に抜き差しする操作が加わったものとなっている。戦闘機やヘリコプターなどは操縦艦、小型飛行機や旅客機、輸送機などは操舵輪を採用することが多い。一般に、 機動性が求められる場合は操縦艦を、ゆっくりとした操作が求められる場合は操舵輪を採用する。例えば、軍用機であるが、急激な操作をすべきでない超航空を飛ぶ U- には、操舵輪を装備している。操縦艦、操舵輪とも、操縦席内、パイロットの正面に取り付けられていることが多い。一方操縦にフライバイワイヤを採用した機種では、パイロットの横。 通常は右に取り付けられているケースもあり、サイドスティックなどと呼ばれる。サイドスティック形式を採用する理由としては、例えばロッキード・マーティン、開発当時は、ジェネラルダイナミクス製の戦闘機械マイナス16では、第一に、対自利対策のため通常の戦闘機よりもシート30度後方に傾斜しているため、正面に操縦管を配置すると手が届かないこと。第二に、 操縦桿をサイド配置とし、脇を緩めた姿勢で操作する方が、高い G がかかった、際の心肺機能への負担が少ない子、などが挙げられる。サイドスティック方式の例としては、他に A320 以降のエアバス製旅客機がある。回 -16 や回 -22 のような、サイドスティック形式では、操縦桿は操縦信号を送る入力装置として働く。 この操縦桿はほとんど動かず、握って少しふらつくという感覚がある程度、操縦桿にかかる圧力をセンサーが感知して操縦信号とする。このため、パイロットは操縦桿に力を加えるだけで機体を操ることができ、戦闘機同時の負担軽減に大きく寄与している。一方、ボーイング製の戦闘機は、フライバイワイヤーであっても、サイドスティックを採用していない。 これは一つには、機種転換によりパイロットの操縦感覚が異なることで混乱することを知るため、何らかの要因で右腕が動かせなくなった場合、操縦するために座席の移動が必要となるなどの欠点を重く見たためと言われる。同社は旅客機777以降は、フライバイワイヤーにおいてもソーダリンタイプを維持している。両手で放置するソーダリンの形状は、 自動車のステアリングのような円形、山の形、U 字、横倒しの8、M 字、もしくは Y 字などがある。円形のソーダリンは、ひねるのみで回す必要がないので長部が抜けていることが多い。エンブライルやコンコルドは、M 字の操縦桿を採用している。デファビランドカナダの DHC シリーズでは、機体中央から伸びたアームが途中で左右に分かれ、 その先に操縦桿を取り付けられているという変則的なレイアウトを採用している。なお DHC-8 ではボーイングと同等の標準的なレイアウトに変更された。ソーダリンが正面パネルから突き出す方式は自動車の運転席のように足元が広くなるため乗り降りがしやすく操縦席横のドアから乗り込む小型機で採用例がある。 特にセスナ172は一貫してこの方式を採用している。ただし生産された年代により操縦桿の形状が異なり、横倒しの鉢、四角、山の形と変更されている。操縦桿を正面のパネルの端に配置する方式はサイドヨークと呼ばれ、機体の幅が正面配置と変わらず足元も広いが、機械的なリンクが容易であるため小型機に採用されている。 サイドスティックやサイドヨークは操縦桿で、軽機類が遮られず視認性化向上するため、グラスコックピットと相性が良い、正面に書類用のテーブルを設置できる、体が正面に投げ出された際に怪我をしにくいというメリットがある。スーパーマリンスピットファイアやハリケーンなどイギリスの戦闘機は左右どちらの手でも握りやすいように、操縦桿の上部を円形としていた。 また狭い操縦席でも使いやすいように操縦管の上部の身が傾く機構となっている。副操縦士を置く機体では、制服量操縦士席に操縦管はお供え付けることが一般的である。複数の操縦管は単一の操作系統に結び付けられており、どちらかが他方に優越することはない。しかし、混乱した状況では、これが事故を誘発することもある。 例えば、一方の操縦士が上昇、もう一方が下降することを最善と判断した場合、二人が逆の操作を行い、姿勢が変化しなくなる。この結果、実際には操縦系統には問題がないのに、操縦系統の不具合により操作不能になっているとの誤解が起こり得る。フライバイワイヤーの場合には力がかからないため気がつかなくなりやすい。これを防ぐために、 このような機体では操縦士の間で操作を受け渡す、手順を設定し、その訓練を行う。また、一部の機体では、誤作動を防ぐため、使用していない操縦桿を操作不能にする機能が定めされている場合もある。高度のアビオニクスを搭載した大型旅客機では、両操縦士の操縦桿の入力が逆側だった場合、ダブルインプットと音声で警告する機能も登場している。 一般に操縦艦はには無線通信用マイクのスイッチが取り付けられており、他にトリムタブの作動スイッチを備えるものも多い。1回マイナス15のような戦闘機では、操縦艦に加えスロットルにも多様なスイッチを備え、レーダーの操作や武装の選択、発射までを手を離すことなく、行えるようになっているものがある。こうした構成は、フォータス。 ハンズオンスロットルスティック両手をスロットルとスティックに置いたままと略称される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。